こんにちは、ね、多ん薬の影響だとは思うんですけども口の中が乾いたりとかあと舌,の舌がちょっとガサガサしたりしててちょっと気になるんで薬局行って口腔、えっと、ケアのなんか探してこようかなと思って外出してます。 それで今日から、えっと、ステロイドの薬の服用に入ってるんですけれども、昨日の夜あたりもまだ若干の動機が残っていたりもするんで、どうでしょうね、また夜あたりとか、眠れなくなり,ならなりそうな気がしないでもないです。今日もめちゃめちちゃゃいい天気ですねということで、松木屋にやってきました。 カメオフこれにしましたのにオってやつ、まあ、そこまで深刻じゃないし気になるようだったらちゃんとお医者さんに行って見てもらおうかと思って一応これおっいつの間にかスリムビューティーなんとかのビルが取り壊されてる入院中にこんなになってたんだ スターバックスにおりますカメラススターバックス、えー、と店内はまだ桜一色だったんですけど持ち帰りのカップーも普通のに戻ってました。うわどうしよう、のにを先に試してからコーヒーだとコーヒーの味が変になっちゃうしコーヒー先飲んでからのににしてもまたちょっと変だしどっち先にしようかな。 コーーヒーは冷めてもい,いから、のにを試そう。じゃあちょっと試してみます。キャップにのにを注いでそれを口に含んでクチュクチュやるそうなんですけどちょっと不安クチュクチュちゃんとできるかどうかまあ歯磨きで口ゆすぐのがある程度できるようになってきたので漏れずにできると思うんですけどじゃあちょっと試してみます。一応、口ででするき、漏れずにできました。 こんにちはジュニアです。改めてよろしくお願いします。えっ、ー、と昨日突発性のベルマヒの入院治療から退院してきました。それでですね、えっ、ー、とこの Vlog チャンネルって日々本当に何も起きてないような出来事をこう適当に並べて投稿していったチャンネルなんですが、これからはえっ、ー、とこう自分のベルマヒのリハビリテーションが日々 こう、日々投稿はできないと思うんですけど、リハビリをしていく中で、どの程度ベルマヒから改善していっているのか？っていうのも、その vlog の中に織り交ぜていこうかな。なんて考えています。そうい,そういったところでえっ、ー、と改めてこの vlog チャンネルよろしくお願いします。そしてですね。ええー、と自分のベルマヒについてなんですけども、えっ、ー、と耳鼻科の先生曰く、そんな悪くないっていうことだったんですよ。 で、えーと、運よくステロイドの注射とか点滴がよく効いて、えー、と入院後何日後かでもうすでに筋肉が動き始めているっていうことを先生に言われましたで,そうです、ね、今はまだまだ麻痺が残っていて例えばですねこう笑う,こう今おっさんが必死に笑ってるんですけど <laughs> 右側の口角があんまり上がってないように見えると思うんですよね。 そういったところの筋肉がちょっと動きにくくなっているとかあとは、えー、と口をへの字口にするときに右側だけこう下がらないこうつまりこう引っ張る筋肉が弱ってるというか動いていないというのとあとは固めつむりがでできていなかったんですね左側をつむって右目を開けるのはできていたんですけども右目をつむって左側を開けるっていうのが入院当初できていなかったんですよ。で今は ちょっとまだ無理はあると思うんですけどもかなり開けられるようになりましたこれも治療の成果だと思います。退院後のリハビリとしては主に右側の、えー、と表情というか右側の顔の筋肉が固まらないように揉みほぐすようにマッサージをしていきつつあとは表情を作っていく筋肉を鍛えていくリハビリになります。と実は入院前から、えー、と顔のの右側って結構たたるんでいたので、い かなり筋肉は衰えていったんですよね。なのでさっき、えっと、こう笑った時に右の骨格が上がってないっていうことを言ったんですけども実はこれってもしかすると入院前からすでにこうなっていたかもしれないっていうところがあってリハビリを行っていく中で、えっと、顔の左側と顔の右側のバランスをなるべくこう整,えて整えていこうというふうなところも、えっと、リハビリの目標に掲げていこうかと思っています。 まあ、そういったところで何かおっさんがただひたすらリハビリしてる Vlog ってどうなんっていうところなんですけどもまあまあえっとうこれよしいあとですね初めての入院でいろいろ思うこととか考えていたこととかもあるんでその辺もなんかこの Vlog で話せていけたらななんてことも考えています。 じゃあ改めてよろしくお願いします。